申し訳ないですね。まあ、イチローを語りたいと思います。ごめんなさいね、なんかね。イチローといえば CM は三ツ矢サイダーですね。やっぱり三ツ矢サイダー。で、こういう CM があったんですよ。山の上みたいな、ちょっと、標高50メートルぐらいの山に登って、こう、イチローが飲み干してね、横向いて。やっぱり夏は三ツ矢サイダーっていうね、あと、ユンケルね、佐藤っていうですね、ゾウのぬいぐるみね、ぬいぐるみじゃない、こうマスコットちっちゃい食い毛を持ってたんですけど、おばあちゃんのだったんですけど、ビデオデッキのところで、ぐちゃぐちゃにしちゃって、バラバラにしちゃって怒られた覚えがあります。佐藤の人形ね、小学校1年生の時、6歳ぐらいの時見た時に、こいつムカつくと思って、ぐわーって握りつぶしてね、こいつ、ボロボロにしたろうかって思ってね。あと、イチローといえば、XJAPAN のね、ロンギング途切れたメロディー、合ってますよね、名前ね。そのですね、イチローの写真だと、水野って CM だったけど、イチローがね、左バッターで打ってるとこ、あのね、なんか甲子園みたいなとこ出てて、Sing without you, I sing without you, can't sing with my heart, can't sing I love you. ティロリ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 感想が僕好きでね。ディラリラリーラリ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 ランってとこは好きです。はい。ちょっと細かくてごめんなさい。トシはなんでサングラスをかけてるのか。ちょっとトシって顎しゃくられてるんですけど、あと、本名が出山って言ってね、僕は出川だから、出だけ被るな、みたいなね。うん。そこは、うん。そこはちょっとね、うん、細かすぎますけど。まあ、いいや、そんなことはいいんですけど、まあ、イチローはね、そういう CM、水野とかね、野球の道具の CM とか出てたんですけど、イチローって言えば、やっぱり愛工大名電っていう愛知県の高校野球、高校があるんで、私立のね、で、春日井の、西春日井郡って言ったかな、僕実家行ったことあるんです、イチローの。で、家見てきて、で、隣に、ね、イチローベースボールミュージアムってのがあって、博物館みたいなのがあって、入ろうと思ったら、うん。そう、勇気がなくて、その前に車を止めて、こう、イチローの実家をこうやって覗き込みながら、ミュージアムのイチローのなんか変な、シルエットみたいな、入り口にシルエットみたいなのがあって、イチローが打っているシルエットみたいな、門みたいなとこがあって、そこを覗き込みながら入らなかったですね。はい。そこはフェイントね。うん。で、自動販売機でジュースを買って、帰ってね。はい。お世話になりました。僕はね、まあ、そういう、僕の住んでるアパートから一郎の実家近かったんで行ったんですけど、はい。あそこは空港も近くてね、うん。で、一郎って、元ヤクルトの稲葉さんって言うじゃないですか。あの方と近いんですね。やっぱり、実家が。うん。あれも4番打ってたじゃないですか、ヤクルトの。で、一郎って鈴木なんですよ。知ってますよね、鈴木。一郎でしたっけ。で、奥さんがアナウンサーで、名前忘れちゃいました。カレーライスをいつも朝作ってくれて、一郎はカレーが大好き。だから頭もね、あんな、まだハゲてない。それは、インド人はハゲないって言いますけど、実際この、てっぺんがハゲてる人多くてですね、カレーのターメリックは関係ないんですね。はい。あ、一郎の話です。一郎はですね、土井コーチがいたんです。オリックスでね、元ね、オリックスブルーウェーブって名前で、土井ってほら、元巨人のセカンド土井にね、まあ、振り子打法っていうのを否定されたわけです、一郎は。で、もう食い下がらなかったわけです、どっちもね。で、同意講師のもう仲が悪くなって、俺の言うことは聞けないんだなっていうふうに捉えられちゃって、一郎は一郎の自分のこの片足を上げて、振り子打法で成功したわけですね。で、94年に最多安打、200本以上の安打を打って、試合数が130です。今見て150試合近くないですから、それで210本ぐらい打ったんかな ?94 年。プラカードをこう上げてるのが写真でもね、僕の幼稚園の卒業アルバムとかに載ってましたけど、94年。僕の全盛期の始まりに一郎はそれヒットを210本打ったんです。で、あの時もおばあちゃんちのでっかいテレビで一郎見てたんですよ、パリーグ。よく地上波でやってたんですよ、中継が。
で、イチローの時からもう左手も振り子はもうお馴染みでみんな、あ、イチローが出てきた、出てきたって言ってたんで、で、あの時はね、やっぱオリックスも星野とか、投手は星野とか、あとは誰だっけ、吉井さんとかいたような気がするんだけど、あと、オリックス、ああ、だからあとは、あの時僕が見てた近鉄にノモもいたし、うん。知ってますノモって。あ、知ってますよね。95年にね、メジャー行って。すごかったですよ、あの時はね。もう僕の2、3年上の先輩なんかはね、小学校の時、ノモのうちわを持ってて、もうなんか、ノモフィーバーでした、僕の周りも。うん。ノモって言うから、ノマノマイエイかと思ったら、そっちのノモじゃなくて、ノモノモじゃなくて、ノモ秀夫投手だったというです。で、ノモの顔がね、まああったね、ちょっとね、こう、ちょっと40歳ぐらいで仕事を辞めたニートっぽい顔してるんですよ。もう、灰色のね、寝巻きを着て、こう、家でこういうふうに、テレビゲームとか、菓子食いながらこうね、俺はこの後、これからリストラ、これからどうすんべか、みたいな感じの顔だったんですね、ノモのね、垂れ目ですね。うん。いや、ちょっと意味がわかんないと思うんですけど、イチローはね、すごかったです。もうパリーグのオリックスにいた時から。で、95年は頑張ろう、神戸。そして96年は日本シリーズに、巨人とのね、メイクドラマ対。で、また巨人は負けたんですね。オリックスはね、やっぱあの時は強かったですね。強かった、強かった。大木監督ね。うん。なんだっけな。で、大木監督もね、またこう、ほんわかしてていい監督だったんですね。うん、ちょっとメガネの色が怪しかったですけどね。うん、ちょっと、裏濃いみたいな感じのメガネだったでしたけど。ね、イチローは、やっぱり、なんだろう。うん。で、2001年にメジャー行ったじゃないですか。あの時からもう1年目からすごかったですよね、もう。うん、一番イチローがかっこよく見えた年でしたね、2001年は。うん、デビューだね。あれが本当のなんだろう。高校デビューみたいなね。ねえ。体型もちょうどよかった。うん、細すぎず。うん。そして2004年でしたっけ ?260 本、7だっけな打って、ね、メジャーリーグ記録を、歴史を塗り替えたんですね。あの時はすごかったです。もうヒットメーカーですよね、世界の。世界一の、ヒットメーカーですよね、イチローは。うん。マリナーズね。まあ僕はメジャーで言うとヤンキース、松井がいた。まあヤンキースが一番好きですね。うん。ジーターとかね。イチローは、ピッチャーもできるしね。うん。あとホームランもたまに打つし。うん。なんだっけ。イチローの届きそうで届かないホームランが僕好きでした。ちょっと打ってふわーっと言ってね。わかります?わかんないよね。うん、イチロー。一番。それはハルク・ホーガンですね。あ、違いましたっけ?あれ?スタンハンセンだっけ?一番。僕もよく昔モノマネしてました。一番、ね。まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、イチローは、イチローはね、構えるじゃないですか。構えるときあるじゃないですか。手を、腕を袖をまくって、こう構える、あのポーズ。僕も真似したことありますけど、やっぱあのポーズは、CM にも合いましたね。メジャー行ったばっかりの時はね、やっぱ海外の人にもこう、真似してる人多かったんじゃないでしょうか。イチロー、ティーン、come on the baseball, ティーン、スター。ティーン、アロンドロン、センティティーン、レンセンキャンリン、ベルレン、イチローっていうなんか CM が流れた気がします。うん。イチローは何だろう。すごかったね。うん。あと、オールスターゲームも出てたし、ね、99年ぐらいかな。その前とかね。うん。で、あと、なんて言うと、肩がすごい、守備がね、すごいっすよね、もうね。例えば、ヒットってね、返球ですね、バックホームする。レーザービームなんかね、あれは、強肩だし、打つし、投手もできて、ホームランもたまに打つし、もう、走行しどころじゃないですよね、もうね。うん。で、1番も打てるし、走行しどころじゃないですよね、あれね、もうね。
オールラウンドプレイヤーもいいとこで、うん、ねえ、無名だったんですよ、イチローは唯一。松井とかは星稜で5打席、あれで有名になりましたけど、イチローの場合は無名ですから。うん、知ってました？無名でしたよ、イチローは。僕の記憶が正しければ。あれは無名でしたからね。無名で這い上がった人ですから。もう、イチローなんてあんまり知らないからね。そう、愛工大名電の時はね。愛知工業名古屋の電気なんとかっていう略なんだけど、うん、すごいっすよね。で、イチローは松井と違ってメジャーでもほら、あのビッグマウスだったんです、ちょっとね、うん、でもビッグマウスでもイチローなら許せるみたいなね、やっぱり、うん、すごいから、うん。例えば、イチローのインタビューだったら、うん、いや、こんなもんチャラいっすよ。三ツ矢サイダー飲んでればね、うん、君だって打てるんじゃない、こういう感じです。で、松井の場合は、はい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 、うん、はい、あ、そうですね、はい、明日も頑張ります。はい、あ、どうも、応援しろ、よろしくお願いします。はい。まさにですね、新聞の、集金に来たですね、セールスマンみたいな感じですね。あ、セールスマンじゃないや。うん。松井の場合でちょっとね、こう、控えめ。すごい控えめなんですね。イチローはね、やっぱ、すごいですよね。うん。そこの二つのなんかこの、特徴っていうかね、この、ギャップがいいですよね、またね。メジャーに行った二人の。うん。で、僕は松井の方がね、もう100倍好きですけど、松井秀喜がね、やっぱり僕の少年時代のヒーローだったんで、あの人は。バイク王の CM 今やってますけど、バイク王って言ってね、うん、それだけですけど、はい。だけど、イチローはね、あれだけもう有名になっちゃって、すごくなっちゃったら、イチローって何なんだろうって逆に思うよね。テレビ出てても。うん、逆にこの人ほんとすごい人なのかなって逆にもう通り越しちゃって、もう一郎なんとも感じなくなっちゃうことがあって。うん。うん、この人にもう上があるの？まだ上行くつもり？この人にまだ上の上が、もう世界一なんじゃないかなって思うぐらい一郎ってすごくなっちゃったんでしょうね。うん。あと一郎が、まだ達成してないのが、なんだろう。イチローがあと、ああ、もういいや。その話やめた。ねえ、イチローね。ああ。やっぱり僕の幼稚園の時テレビ見た時やっぱ周りでみんな騒いでました。イチローは今すごいんだって。で、みんなテレビ中継はみんな見てたし、もうイチローが出てきたらテレビもつける感じでしたね、やっぱり。おそらくあの210安打、1994年の210安打誰も超えられてないです、今のところ。西武の秋山翔吾とかは、あれ、試合数が多いからね。うん。あと、阪神のマートンとかさ。イチローは、94年の時、試合数130ぐらいしか多分なかったと思いますよ。それで、210打った。210ですからね。200でもすごいのに、210も打った。気違いって、気違いどころじゃなくて、もうすごいことですよ、これは。日本でも200安打以上。アメリカメジャーでも200安打以上っていうのはこれ恐ろしいですよね。うん。化け物も通り越しても、ホーンテッドマンションですよね、もうね。ルイージマンションでもいいけど。すごいですよ。